僕らの頃は同級生が、本名、蒲池のりこ、増田聖子、岩崎良美、それからあと、真田広之君とか、ね、真田君はまだそんなメジャーになる、全然前だから。それからあと、石野真子さんも1年ダブりました。俺、石野真子さんはね、宮君、チョコレートあげるっていつもホームルームの時に、ファンコースが覗きに来るから、芸能コースを見たくて入学する人もいるんだから。それで、松田聖子ちゃんなんかは、堀越の時は、レッスンで休んでましたからね。だからまだデビュー前っていう子もいっぱいいましたね。まあ、それが芸能。で、僕ら1年時の3年生、2年先輩が、郁恵ちゃんとか、榊原郁恵ちゃん、片平なぎささん。他は、男と女、建物も別々なんだけど、芸能コースだけ男女一緒なのよ。芸能コースは1年から3年まで男女一緒にホームルーム全部でやるから。全部で。でも逆に言い方考えると芸能コースでできちゃうやつ多いが。